地獄に行く精霊は人間界にいた時物質的欲望色欲世間的名誉欲や支配欲といった人間の外面的表面的感覚を喜ばすことのみに心を用いて本当の霊的な事柄を極端にないがしろにした者たちなのです彼らは霊的物事に対して全く目が開かれていなかったために精霊界に入っても やはり霊的視力がが開かれないものが多く、そのために彼らの精霊としての心は霊界の太陽の光や霊流を自分の内部に吸収することができないのです。精霊界にどんなに長い期間いても霊界の太陽の光や熱が与える幸福や霊的理性の輝きを感じるようにはならず逆に地獄界の火に心を惹かれ 教霊たちに親しみを感じるようになるのですこの結果として彼らは自分の希望するところに従ってその自然の教霊的な心の命じるまま地獄界に入っていくのです地獄界の教霊は霊界の太陽の光や霊流から霊としての喜びや幸福を感じることができない代わりに自分の欲望を満足させることを喜ぶのです その欲望とは他の多くの教霊たちに対して悪業を働いたり支配したりあるいは他の教霊たちの称賛を得たいといった人間でいえば外面的かつ物資的で低級な欲望ばかりですがこれらを満足させる行為は彼らにとって喜びであることには違いないのですそこで彼らはこのような低級な行為を彼らの光として 地獄界ででののを送るることになるのです霊界の前霊は自分たちの生命の源も幸福の源もすべて霊界の太陽にあることを知っています。彼らは本当は自分が自分の主ではなく太陽こそが主でありその太陽が霊界に行き渡らせている霊界の秩序に従って。 生を送ることこそが最も正しい霊の生き方だと知っているのです。これに対し、地獄界の霊の生命の源は彼ら自身の欲望であり、この欲望こそが彼らの光なのです。彼らにとって、主は自分自身であり、他に、何の存在も認めないのです。地獄界が争いの世界であり、苦しみと汚れに満ちた場になるのは、彼ら一人一人が、 自分こそ最上のオムだと考えているために他ならないのです。地獄界の罰は、そこに住む強霊自身が、その性質ゆえに、自ら招くものにすぎません。彼らは、常に、他の霊を支配し、これを虐待し、殴りものにすることを喜びとしています。このため、彼らの世界には秩序は、なく、あるのは、 恐ろしく醜い我欲の対立だけとなるのです。教霊たちが地獄に住むのは彼らが地獄を好む性質を持っているからであり彼らは自分で選んで地獄に住んでいるのです。彼ら教霊を前霊たちの住む霊界に連れ出しても霊としての心の窓が開いていないため霊界の明るい霊流に耐えられず逆に苦しむことになります。しかしその霊自身が 我欲の迷いより冷めて、地獄に住むことが苦痛になり、そこから逃れたいと願うならば、そして、自分の意思で、霊界の秩序と法則に心を開くなら、その時、その霊は、地獄から出ることができるでしょう。どのような世界に住むのかを決定するのは、それぞれの霊自身なのです。すべての霊には自由意志があるのです。 伝統的なキリスト教の教えでは人が死後に天国へ行くか地獄へ行くかについての決定は神がその人の生前の行為の善悪を判断して行うものであるとされています。しかしスウェーデンボルグによると天国へ行くか地獄へ行くかはその霊自身の自由意志によるとされ外部の神等の決定によるものではないと断言しています。 この考え方はチベットの死者の書と全く同じ立場に立っています霊界を成立させている根源のエネルギーは霊界の太陽から発している霊流と呼ばれるエネルギーの流れですそして生命と幸福と真理の源である霊界の太陽の霊流をどれだけ受け入れているかによってさまざまな霊的レベルが違った世界が形作られています そして、霊たちがどの世界に属すかは永久に変わらないものではありません。つまり、霊は絶えず変化しているのです。霊たちは、霊界でさまざまな生活を送っていますが、その生活の根本的な目的は、それぞれの霊的人格を向上させることにあるのです。霊たちは、常に霊的人格の修行を続けていて、 その霊的人格ののの向上上に伴って、より上のレベルの世界に移っていくのです。霊界の太陽の霊流を完全な形で受け入れてその結果を体現しているのが天上界です天上界は美しさと輝きに満ち溢れていて霊界の根本原理が体現された世界なのです天上界を一元で言い表せば一人の霊の幸福が すべての霊の幸福であり、すべての霊の幸福が、一人の霊の幸福であるという世界だと言えるでしょう。天上界は、大打とは、無縁の生命と活動にあふれかえった世界で、天上界の霊たちは、霊界全体にとって役立つことを、それぞれの仕事として絶えず遂行しているのです。究極の天上界においても、 そのようなやむことのない創造的な修行と順化が絶えず新たに行われているのです生き生きとして生命活動の止まない生命の世界が霊界なのですこの点も人間の生きる目的は涅槃という究極の至福の世界を目指すことであるという仏教の教義に似ていますこの世は霊界の広大無辺な空間の中にぽっかり浮かぶゴムマリの玉のように すすっぽりと霊界に包まれているのです例えばこの世には目に見える物質のほかに思考とか感情とか考察とか目には見えない現象もありますこれらは霊的存在に近いものですこのように目に見える物質だけと思われているこの世界には実は目に見えぬもう一つの世界がさまざまなものを取り巻き染み込んで存在しているのです 霊界とこの世とは一枚の金貨の表と裏のように話しがたく結びついているのです。人間の生命は宇宙の空間に一人だけ離れてポツンと存在しているのではないことは誰にでもすぐわかると思います。人間を含めたすべての生命はその根源において生命の原子とつながり相互依存しながら生きているのです。 霊界の太陽なの,です霊界の,太陽の霊流は霊界を通じて人間界まで達しています人間は自分では気づかないが霊界の太陽の霊流を間接的に受け取っているのです人間はもともと肉体と霊の2つのものからできておりこの2つが一体化した状態にあるそして肉体の中に宿る霊が霊流を吸収し それによって肉体的存在でもある人間は生命を継続しているのです。霊と人間が一体となっているのと同、需要に、霊界とこの世とは、実は別々の世界ではありません。霊界とこの世とは、より大きな一つの世界の性質の違った部分なのです。霊界とこの世を一つに結び合わせ、両世界を含んだすべて、いわば、 超宇宙的世界こそが本当の世界であり霊界とこの世は超宇宙的世界の一部に過ぎないのです超宇宙的世界から見た場合肉体と霊とを併せ持つ人間は霊的なものが物質的な形に表現された存在すなわち相応物であると言えます例えば人間の気持ちや心といったものは見ることも触ることもできませんが 顔の表情などとして表現されるのですこの場合心と顔は相応しているわけですが心は霊的存在であり形になった顔は物質的存在なのですだから心と顔は存在としては違った性質を持ちながらも相通じているのです霊的なものが物質という形になって現れるのは地中にうずもれて見えない種が 地上のの樹木とななって現れるようなもので、形に表すというのは生命の自然の成り行きなのです。世界創造の原理とは生命の原理に外ならずそれは単に霊的存在であるだけではなくその最終的な形として物質的に人間という形を出現させるのです。霊的なものこそが本質的なものである以上。 肉体はたとえ滅びようとも、その中に宿る霊は、朽ちることも果てることも、ない永遠の存在なのです。霊が永遠の存在であると言っても、この世の苦しみから逃れるために、自ら命を縮める行為である自殺は、もってのほかの行為です。この世の寿命は、天が定めたものであり、それを自ら断ち切る自殺は、生命法則に反しているため、 自殺した霊は地獄界に落ちてその報いに苦しむことになります。人間の本質は霊であると言ってもこの世において肉体にある間は肉体の鎖に縛られているため考え方も物質的となり霊としての目も曇りがちとなります。このため霊界のことがそのままには見えないのが普通です。太古の人間は 素直な心を持っていたために霊界と調和し霊夢の明けた霊的生活を送っていましたが時代が進むにつれて人間たちの関心は世間的ないし物質的なことそれに外面的な知識の蓄積に奪われるようになっていき次第に霊的なことから遠ざかるようになってしまいましたそのため今の人間たちの多くは 玉や霊界の存在にすら気づかなくなっていますこの世の混乱や不幸の多くは人間たちが霊界の秩序から離れてしまっていることに原因がありますこのような状態が続けば世の中の混乱は時代を追ってますますひどくなっていくでしょうこの世を救う道は霊界の真実を人々に知らせること以外にありません 霊界の秩序を一元で言えば、他を慈しみ愛することです。その霊界の根本原理を知り、そのように生きることこそが、人間を幸福に導く鍵なのです。霊界の真理は、霊界の太陽の霊流として、常に、人間たちの心に降り注いでいます。ですから、素直な心さえ持てば、誰でも、この世において、 霊界のの真理を感じるることができるのできす以上がスウェーデンボルグの霊界探訪記のおよその内容です。このように考えれば死は怖いものでも何でもなく遠い国への引っ越しのようなものであるとも言えます。人間の死後のありさまを決定するのは神の意思などではなく全てその人自身の意思であるという根本的な考え方は表現の違いは あるもののチベットの死者の書と同じであると言ってよいでしょう。結論を言えば人間の死後のありさまはあなた自身の望むようになるのです。同様にあなた自身の病気もすべて過去のあなた自身が望んだ結果であり病気を治すこともすべてあなた自身のこれからの思いと行いとにかかっていると言えます。